ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、ピラミッドってなんであんなに大きいの？いきなりどうした？どうしたっていうか、普通に気にならない？気になるけど、ピラミッドが気になるなら日本にも似たようなのあるぞ。え、そうなの？日本にもピラミッドあるの？ないけど、ピラミッド的なやつはある。それは聞き捨てならないわね。ということで、今回のテーマは巨大古墳の謎についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは古墳とは何かってところから話していくことにするぜ。知ってるわ。お墓でしょ？結論から言おう。古墳っていうのは、およそ3世紀中頃から7世紀頃古墳時代にかけての日本で、土や石を持って築かれたお墓のことだ。ほら、やっぱり。だけど一口に古墳と言ってもだな、出したようなんだぜ。日本には大阪府にある大仙陵古墳のような巨大前方後円墳から、直径10メートルほどの円墳まで、様々な種類の古墳が存在するからな。いろんな種類のお墓があるってことだね。うん。これらをすべて合わせると、古墳時代の約400年間で日本列島に築かれた古墳の数は、およそ16万基を超えるらしいぜ。そんなにあるの？もちろん規模や形だけじゃなくて、この時代は古墳周り、周濠、葺石、埴輪などや副葬品を備え物に格差とか、地域差があったけど、全国の広い範囲で共通の墓が採用された時代になってるんだ。葺石と埴輪はなんとなくわかるんだけどさ、周濠って何なの？ああ、ごめんごめん。周濠っていうのは古墳の周囲に掘られた堀のことだ。あの水が溜まってたりする部分だな。あれを周濠っていうのね。ただの水溜まりだと思ってたわ。そして近年世界遺産にも登録された大阪府のモズ、古市古墳群のように近畿地方には数多くの巨大古墳が存在していたんだ。これは当時の近畿地方の大和王権が強大な権力を持っていたってことにつながるな。権力があると何でもできるってことか。現代と比べたらやりたい放題だろ。知らないけど、それで古墳には巨大なものから小さなものまで様々な種類があって、それらは全て古い時代の墓ということになるよな。うんうん。考古学的には、3世紀中頃から7世紀までの、いわゆる古墳時代に築かれた墳丘を持つ墓を古墳っていう名称にしているんだぜ。へぇ、全部が全部古墳じゃないのね。だな。また、たかが直径10メートルの円墳でも、工事にはそれなりの人手と技術が必要になるから、古墳時代の人間がみんな古墳に埋葬されたわけではないんだ。10メートルでもまあまあの大きさだけど、巨大な古墳をベースに話してるんだ。上げ足を取るな。なんかごめん。つまり、自分自身または家族の墓を作るにあたって、大勢の人員を投入できるだけの権力を持った人物しか、古墳を築くことができなかったってわけだな。まあ、権力の有無だけで考えるのは、強引すぎるかもしれないけど。大昔のことだから正確にはわからないよね。その通りだ。たまにはいいこと言うじゃないか。久しぶりに褒められた気がする。それから古墳時代も後半に入ると、それまでと比べて幅広い層の人々が古墳を築くようになったんだ。ほうほう。それでも、ある地域の古墳を一つ見たときに、その古墳がその地域を滑るような有力者の墓として築かれたこと自体は、ほぼ確定的だと言える。つまり巨大な古墳っていうのは、権力者の墓だという確率が高いわけだな。大きさは権力を表してる的な感じかしら？まあ簡単に言うとそんなところだぜ。そして古墳っていうのは、土や石を持っただけじゃなくて、様々な要素から構成されているんだ。そうなの？土からの石じゃないの？悪いけど、そんな単純なものじゃない。古墳の形状として最も有名なのが、鍵穴の形をした前方後円墳だな。知ってるわよ。教科書の最初の方に出てくるもの。知ってるのはどうせ名前だけだろ？鋭いわね。全国各地にある前方後円墳は、約5200基とされていて、全長200メートルを超える古墳は、すべて前方後円墳とされているぜ。古墳時代の始まりを告げるのも前方後円墳で、古墳時代後期まで築かれたんだ。前方後円墳で始まり、前方後円墳で終わる的な？ちょっと違うけどな。だけど実は古墳の中で最多なのは、丸い形をした円墳なんだ。そして古墳時代後期以降に注目されるのは、方墳と呼ばれる、四角い形状の古墳だな。なんかいろいろ出てきたわね。メモ必須よ。この他にも、総円墳、上円下方墳とか、いろいろな種類の古墳が存在するぜ。そんな感じで日本国内では、古墳時代に様々な形状の古墳が、広い規模で築かれたわけだな。この頃のお墓はバリエーション豊かだね。ああ。墳丘を持つ墓自体は世界の各国、各地域で作られているんだけど、いろんな墳丘の形をしてる古墳は、日本くらいらしいぜ。すごいわね。さすが職人かたぎ。そして埴輪と葺石は、それぞれ意味合いが異なるものの、古墳の表面に置かれる点では共通している。まあ墳丘を彩る装飾品といったところだな。
職人かたぎに芸術性も兼ね備えてるわね。ベタ褒めか。それで埴輪は、弥生時代末の墳丘墓に設置された土器から発展したもので、大きく分けて、円筒埴輪と継承埴輪が存在しているんだ。え、埴輪ってあのみんなが知ってる形だけじゃないの？甘いな。円筒埴輪は、墳丘の端を取り囲む列状に、継承埴輪は何らかの意味を持って、墳丘の特定の箇所に並べられたそうだ。また、継承埴輪は、馬、鳥、人物、家、刀など変わり種も見つかっているぜ。埴輪にそんな種類があるとは。それと吹石っていうのは、墳丘斜面に並べられた石材のことだな。墳丘を威厳がある感じに見せる視覚的な効果と、墳丘表面の土砂の流出を防ぐ効果の、二つの機能があったと考えられている。見た目よし、機能性よし。そして古墳には、死者を葬る設備の埋葬施設と呼ばれているものがあって、この埋葬施設は時期に応じて、縦穴形、横穴形へと変化したそうだ。知らないことだらけだわ。縦穴形は古墳時代の前期に見られるもので、上から穴を掘ったような形状の埋葬施設だ。一方、横穴形は横に入り口があるタイプの埋葬施設となっている。これら以外にも、古墳を構成する要素はまだまだ存在するぜ。古墳ってなかなか奥が深いわね。そんな機能まであるとは。そして古墳が作られた理由なんだけど。どうしたの？正直なところ、大昔のことだし、文字もなかった時代だから正確な理由はわかっていない。まさかの重大発表ね。記者会見レベルだわ。だからそれを踏まえた上で聞いてほしいぜ。一応、こうして喋ってる間にも、研究は進んでいるってことは確かなことだ。なるほど。でも考えてみたら確かにそうだよね。ということで、考古学的観点で話していくぜ。古墳が作られた理由としての死者を葬って祀るため、権力を誇示するため、大和王権との連携を示すため、という3つの研究を紹介しておこう。なかなか興味深いラインナップ。まず1つ目は、死者を葬って祀るためという考え方。まず古墳は墓だから、古墳を作った目的は死者を葬ることになるよな。うんうん。多分みんなそんな感じだと思ってるわ。だけど古墳に死者を葬るにあたっての宗教的思想、心理的要因については、あまり研究が進んでこなかったんだ。あと古墳を研究するにあたって、最適な学問の考古学は、仏性を第一にしてるから、人の内面にはなかなか踏み込めていない。範囲外ってわけか。だな。そんな感じで、考古学的には、学問的に不利な状況なんだ。だけど古墳に据え付けられた埴輪や、埋葬施設、石室や棺などを通して、古墳の死者を葬る場所についての研究が、現在も行われているって感じになっている。早く研究が進んでほしいわね。二つ目は権力を誇示するためという考えだ。古墳は権力を誇示する装置としても機能していた、と考えられているんだ。古墳で権力を表してた的な？だな。つまりモズ、古市古墳群で例えると、まず、モズ、古市古墳群は大阪湾岸沿い及び、河川沿いに並んでいるんだ。これは、大きみのための立派な墓、というだけじゃなくて、瀬戸内海を通ってやってきた国内外の人々が巨大な前方後円墳を見て、大和王権の権力を実感できるような仕掛けにもなっていると、考えられているわけだ。大きい古墳を見せつけて、マウントを取ってるってことか。まあそんな感じだな。威厳を出しているって言った方がいいかもしれないけど。三つ目は、大和王権との連携を示すため、という考え方。どういうこと？前方後円墳を頂点とする母性は、大和王権の主導の下で、全国に広まったものだとされているんだ。つまり同じ古墳を作るってことで、我々は大和政権の味方ですよ、ってアピールできたのね。まあそんなところだろうな。これらの研究をもとにまず、前方後円墳の特徴を並べてみたわけ。うんうん。その結果、単に死者を葬る場所ってだけじゃなくて、中央と地方の政治的なつながりを示す、モニュメントとして、築かれたのかも的な感じの考えに至ったんだ。そういう考え方にたどり着いて、それが考古学界では主流になってるらしいぜ。そんな役割があったとは予想外ね。だな。あと古墳はなぜ大きくなったのかについても、少し話しておこう。きっかけは、弥生時代から古墳時代にかけての、戦乱だったとされているぜ。仲良くしなさいよ。弥生時代から古墳時代の間は、地方の小国同士の争いがすごかったんだ。これを魏志倭人伝では、倭国大乱と呼んでいるぜ。それ聞いたことある、昔の書物でしょ。うん。それでいい。そしてこの大乱を収めようとして、女王の卑弥呼が頂点に立つと、平和な時代が訪れたそうだ。卑弥呼、やるわね。だけど卑弥呼の死後に男性の王が立つと、また戦乱が起こってしまった。そして卑弥呼の血縁である豊が、王位を引き継いだら平和になる、という謎の流れがあったんだ。女性は偉大な存在ってことよ。
なんで霊夢が誇らしげなのかはよくわからないけど、とりあえず続けるぜ。平和になったのはいいんだけど、卑弥呼が王位につく前の倭国大乱と、死後に起きた争いが原因で、国内の水田は荒廃してしまった。また、戦乱では多くの命が失われて、労働力も減少したから、もうボロボロなわけだ。最悪の状態だね。さらに、寒冷化で稲作に深刻なダメージが起きてしまう。当時はすでに、米が主食となっていたから、食料問題にまで発展してしまったぜ。まずいじゃないの。どうするの？そして小国の支配者たちは、権力争いの殺し合いじゃなくて、もはや米の収穫量に力を注がないと、民衆の支持を得ることができなくなるという状態に。そんな状況でも民衆の支持優先かい。ここで登場するのが古墳の造流で、水田を開拓すると残土が出る。この残土が多ければ多いほど水田は耕されて、米がたくさん収穫できて、民衆は飢えずに済む。よかった。なんやかんやで民衆のこと考えてるのね。さらに権力者は、その時の残土の量で、大きな古墳を作ることができるってわけだ。やっぱり権力かい。まあ権力者も民衆も、ウィンウィンだからいいんじゃないか？まあそうだけど、なんかなぁ。それで古墳の大きさは、米の生産高の高さを表していて、権力者の階級を誇示できるという政治体制となっていった、と言われているぜ。なるほどね。そういう感じだったとは思いもしなかったわ。あとは最後に、古墳が作られなくなった理由を簡単に説明しておくぞ。6世紀末までには、巨大古墳は作られなくなったとされていて、この頃は宝墳や円墳が作られていたそうだ。うんうん。その後に、仏教が入ってきたことによって、遺体は寺院に葬る、火葬が増えるなどで、古墳は作られなくなったと考えられているわけだな。そんな感じで、巨大古墳の謎についての解説は終わりだぜ。確かにピラミッド的なやつだったわね。だろ？正直、古墳にそこまで興味なかったから気にもしてなかったわ。もっと日本に興味持てよ。まあ興味ないってわけじゃないんだけど。どうした？私ってほら、世界に羽ばたきたい女じゃん。いや、知らないけど。だからどうしても海外に目が行っちゃうのよ。自分の国のこともろくに知らない奴が、世界に羽ばたけると思ってるのか？え？世界に羽ばたきたいんだったら、もっと勉強してからだな。あれかも、別に世界に羽ばたかなくても大丈夫かも。違うわよ、決して勉強が嫌いなわけじゃ。別に何も言ってないけど。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。